ヒラマサ釣れた時ぐらい嬉しい。先輩嬉しい。はい、皆さんこんにちは、釣り岸です。はい、今回の動画はですね、前回のロックショアと打って変わって湾内のウルトラライトゲーム、真っ昼間からですねチニングをやってみようと思います。思います。今ですねピンウィールを準備してます。パームスさんのピンウィールですね。ベイトモデル。ベイトモデル。はい。で、私はスピニングのモデルで。はい、はい。で、こちら、今回もですね、スペシャルゲストにお越しいただきました。ドリトスひとしさん。どうも、ドリトス。よろしくお願いします。で、我らが沼田先生ですね。はい。前回に引き続き、今度の、調校は、ライトゲームで、チンニングということで。はい。ただ、この場所ね、チンピラのヒラマサが回ってくる音も、多々ありますんで、心してかかりましょう。はい、前回3年前は 0.35、0.45 だったし、今回 0.6 枚できた。0.6 で。チンピラが来ても大丈夫。あ、大丈夫ですか。心強いお言葉いただきました。じゃあ、準備終わり次第、行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい。では、チニングに向かおうと思います。先頭を歩いておられるのが、我々のショアキャスティングチームの、オーナーである慶吾さん。泳いでますね。チニングスペシャリストです。そして沼田先生、私、ドリトス、女子さん。はい。この場所はですね、シドニー湾の中でも結構奥の方に入った、ハーバーブリッジよりも、奥の方ですね。法的には橋を越えるとリバーという形になるので、これはパラマタリバー水系と呼ばれる、湾奥の方です。で、今見えてるのが湾道になっていて、水深がですね、遠浅なので、膝ぐらいの、水深が大きい50メーターぐらいまであります。その後は2メーター、3メーターぐらいまで落ちてます。で、この、浅瀬のところでですね、チヌがですね、フィーリングをすると。っていう感じです。ビーチに見えるんですけど、はい、この手前側はそうでもないんですけど、半分から向こう側にゴルタが結構転がってまして、でそれにカキがついてる。カキはもう基本的にこっちはカキは狙い。なるほど。それに揚げと一緒に入ってきて、それをついてる感じなんで、その上を通していく。なるほど。ボートの人はじゃあもうあれもちょっとやってますね。ちょっと叩かれてるんで。なるほどなるほどなるほど。こっちからやっちゃうかな。多分あの人たちもここ叩いてる。でこっちも一緒で、この入ってる岩にカキがついてるんですけど、それをもうパン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 打っていく。なるほどなるほどなるほど。でたまにっていうか結構満潮になると青物も入ってくる。ここで平間さんもこれで釣れたり。なるほど。してます。この前。チヌ狙いじゃなくて、ヒラマサ狙いにこれ来て、でこれぐらいのはちょうどいいんですよ。一枚いいサイズなんですけど、ちょっと親分をかけてしまって怒られたことが我々の中で70、80ぐらいになると親分になる。頭ぐらいですか。頭ぐらいですね。若頭ぐらい。90メーターぐらいの親分になってくると。メーター超えると組長。ああなるほど。ギリごとに回ってる時。なんで行ってみましょう。タンポポ。はい。沼田さん。私もタンポポですね。全く同じやつですね。みんな同じから。これが一番万能なんです。このカラーが。なんていうの、クリアとも取れるし、アピールとも取れるし、まずめ時でもいけるし。これ一番これが好きです。もしくはパール系の。なるほど。行ってみましょう。行ってみましょうか。じゃあ岸君も3人同じキャラのターンコップで、全く同じターンコップで、全く裏は合わせてませんけど、ワンオーク浅場のシャローエリアのチニングゲームということで取ってきました。レッツフィッシュ。このグダグダ感がたまらないですね。ちょっとそっち打ってみようか。本当に手早いね。なるほどなるほど。あ、跳ねたね、魚。あ、なるほど。上げてきて。あ、結構潮にうるさいんだね。あ、フグはいっぱいいますよ、フグは。あ、あっち打ってないな。ちょっとあっち打ってみようか。釣れそうだね。でね、今回ピンウィールはね77の L ですね。タンポポ。一度出てかかなかったらもうその魚二度とかかんないらしいんで、ちょっとある意味で一発勝負なところですね。フレッシュな魚をどんどんこう打っていくようなイメージになりますけど、最高だねボート持ってたら。あ、餌入ってるわ。すごいよ。イワシだね。7センチぐらいのイワシ。ヒラマサこれ食っちゃってんだね。あ、イワシいっぱいいるわ。ゴミがだいぶ溜まってますけど、もうさっき見てるとこういう周りは餌気がだいぶありますね。引きにくいでところだけ気をつけてね。沼田さんは湾の反対側行っちゃいましたね。こう奥の方に漁師さんとしてもおられます。これは足で稼ぐ、スニングは基本的にこの乱岸する釣りなので、一箇所固まってもしょうがないので、これはこれで正解だと思います。あちらの方には漁師さんがカメラ持って撮影として行ってますんで、釣れたら後でわかると思います。私はこっちら行きましょう。私事なんですけどね、日本からちょっと戻ってきてから、こういったライトゲームに最近ハマりつつあってですね、このピンウィールでする面白さっていうのに目覚めましたね。ちっちゃいハガツオから、タイとかね、コチは当然なんですけど、テーラーも、偶発的な事故でいうと、ヒラマサとかもね、このピンウィールで、戦うと大変楽しい。で、実際ね、ピンウィールで私これ、67センチのヒラマサ取れてまして、まあ、交通事故的なヒットだったんですけど、ものすごい手に汗握る、全身の毛穴が開くような、楽しいプレーを、ファイトをですね、することができました。これはね、面白い。スイングも私全然初心者に近いので、いろいろね、会長とか新潟さんに、ご指導いただきながらやっていこうかなと思います。やっぱり釣りの幅を広げていくっていうのは面白いですね。今こうやって手前のね、遠浅のとこからポンと落ちていくブレイクのところ、カキ殻がぴっしりついてる、カキが大量にひっついてるところなんですけど、その上を通してます。もしヌーチ君がそこ行ったら、興味を示してくれるんじゃないかなと思ってやってます。お、今出たぞ。乗らなかったね。出ましたね。いたな。今一瞬重みがボンってバシャって出て重みが乗ったんですけど、腹筋しなかったです。ちょっとね、ここ今立ってる場所だけは水深があるんで、タンポップから違うのに行ってみましょう。水深あるんで、スロブラドキャストの 20g 入れてみます。ひょっとしたらボトムについてるかもしれない。まあここあんまり私そこは試したことないんで、そこの状況を見てからですけど、ストラクチャー多すぎたらやめますけどね。30m ぐらい投げると 2m ぐらい水深ありますね。で、そこは砂ですね、これね。ひょっとしたら出るかもしれない。ちょっとそこ探ってみます。潮がちょうど動き始めて、上げ一杯から下げに入ろうとしてるぐらいだと思うんで、うちがまた動き始めてるかもしれないですね。ああ、外れた。なんかあとどっちだと思います。さっき1回だけ岸沿いに投げたらポンって出たけど乗らなかった。ヌーチいないかなと思って、そこの方に沼田さんは向こう側ずーっと回ってますね。なんかもう釣っちゃってそうだな。回ってそうですね、この天気といい。お、出たね。おしい、出た。結構いいサイズだ。うわー、なるほど、これは燃える。出たね。水深ね、およそですけど 1m 半ぐらいの感じですからね。あ、これは燃えるわ。これがね、1回出て乗らないやつはもうダメなんですって。来た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 。なんか来た。あ、来ましたね。テイラーかもしれない。おお。ますね。お、楽しい。テイラー。テーラ。はい、テーラですね。ナイステーラ、サンキュー、ありがとうございます。はい、テーラです。はい、オッポー。ローブラッドキャストの 20g 一番、軽いやつですかね。で、テーラー来ました。35ぐらいですかね。これはオーストラリアではかなり、ポピュラーというかメジャーな魚で、ヒラマサをね狙ってる時によくゲドでかかったりしたりすることがあります。この歯がね、すごい鋭いんですよ。2本目だと網切りという、名で呼ばれている魚です。フィッシュイーターの一種ですね。はい、すごい歯ですね。やっと釣れました。なるほど。いや、その前にね出ていたやつはね全然サイズがいいやつが、出てたんで、ちょっとウがいるね。ウがいるのがちょっと気になるね。あったあった。おし、来た。やったー。ブリームやりました。今ね当たって乗り損ねたんですけどね、追い食いしてきましたやったねー。さあ、会えましたね、3年前にもね苦戦したんですよ、ブリーム。今日は早かった。嬉しいね。可愛いですね。きびれの要素持ってますよね。タンポップ今結構しつこかったですよ。一発当たってちょっと食い切らなかったやつ、まだちょんちょんちょん誘ってたら、パッパッパッ食ってきた嬉しい。さあ、オーストラリアチョウコ2つ目のターゲット、ブリーム取りましたね。ちょっとサイズアップ狙っていきましょう。まだいそう。これからこうポーズ重要ですね。こうずっとこう見てチェイスしてくるんですけどね、ポーズの瞬間にこうバイクしてくる。いやー、これいいサイズ取りたくなっちゃうな。お、来た。いやー、惜しい。今一発出ましたね。やっぱこれ2発目はなかなか難しい。群れで入ってたらね。これね、今ね潮はこう、おっとバイトバイト、もう一発来い。惜しい。惜しい。ダメだったね。あれをかけていかなきゃいけないんだね。なるほどなるほど。お、出た出た。あ、これテーラーだこれはねテーラーで、テーラーです。さよなら。なるほどなるほど。ちょっと歩こうか。お、出る出る。これ今のは違うの。これもやばいやばい。この紙切りの中からいかにブリームを取るかな。please. Thank you. 相当いるね、これ。ちょっとあれだね、ピンポイントでこう、地形、カキ殻つくということなんでね。それを、出た方が良さそうだ。うわ、これはお、出る出る。これはどっちだと思う？うわ、これはどっちだ？これはあ、サイズアップした。そういうことか。お、いいね。けいこさん。お、ゆうさん。あ、見える。グリム。いいね。お、出た。ありゃ。テーラーだよ。やばいよ。大きはね、一回り大きいですちょっとウェーディングしながらポイントを移動します。いそうだね、こことかね。お、出た。今の、おし、来た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 。これはね、この際で出るやつはブリームなんですよね。おー、出た。やった。ね、相当この潮の上げてるところに合わせてね、だいぶもうほんと30センチ、40センチぐらいのシャローに出てくる。おー、いいですね。2本。2本出ました。出ました。出ました。あ、よかった。3倍と、あ、干した。お、先端の方、軍艦の方向で今軍艦の方向。はいはいはい、ごめんなさい。擦れたんで場所変えようか。そうですよね、このスピードですよね。はい、もう本当こんな感じ。パン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 。次はウェイダーいらないと。あ、了解です。8人目2箇所目に来ました。続けていきたいと思います。1箇所目は、沼田先生2匹、ヌチを2枚あげられましたね。今、場所をちょっと確認されています。で、我々は、トップに何回か出て飲み切らずっていう感じですね。はい。下道でテーラーが1本出ました。それだけです。やってみましょう。やってみましょう。レッツフィッシュ。一人で言う。この、やっぱりカキがちょいちょい沈んでる、うん、でこの周りをうろうろしてるんですね。で、どっちに行っても行けるんです、ね。で、あれも出ます、ここは。サンドワイキング。白いキスのでかいやつ。結構ごついのが。マジですか？はい、バストップで。よし、追加で。ですね。これフラットもいるんですか？フラットヘッドとか。フラットヘッドも大量にいる。じゃあ、目指せ、ワイキング&フラットヘッド。はい、今何個出る？ 4！ 欲張って行きたくなっちゃうよ。早速ホワイティング。サンドホワイティング、これは白ギスの一種ですか？キスの一種ですか？キスなんですけど、まあ日本の白ギスとはちょっと違うと思います。ほほう。結構いい方ですね、これね。でもこれの倍近くのここら辺いるんで、はい。ぜひ取って。はい。早速来ました。サンドホワイティング。サンドホワイティング。はい。ありがとうございます。沼田君、さっきスプラッシュしてたら、だいぶ奥の方まで来ましたよね。さあ、場所をね、今変わってきました。ここはね、足場はいいところ、まあ、狙いはね、ボトムのカキ殻という形で、同じような形になるんですけど、ちょっと砂泥なんですかね、少し濁りが入ってます。10目やるつもりなかったけど、やりたくなっちゃうな。そんな大量にこう魚入ってるわけじゃないね。テーラーもいなきゃいないで寂しいじゃないですか。意外と出ない。そんなに優しくない。お、出た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 、おお、やったーやった、ホワイティング出ました、トップ。これね、前回オーストラリア来た時はね、トップで釣れなくてね、ジグで出したんですよね。出ましたね。ちょっとこうマングロっぽく生えてるところの木は綺麗ね。やった。これは嬉しい。やった、5目目来ちゃったよ。さあ、10目狙いではなかったんですけど、なんとなく今日一日で5目いってしまったんで、ちょっとね、こう欲が出てくると、そうすると釣れなくなるんだよ。わあ、嬉しい。でも出ましたね。やっぱりね、こうちょっといろんな要素が絡んでるところでしたね。こうね、イメージとしてはね、キスがね、エビを追ってるらしいんですね。で、そのエビがパッ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 ってこう逃げるやつを組んで、こういったタンポップ、はじめとしたトップウォーターの釣りがキスで成り立つと、いう形だということなんですけども、面白いよね。おお、いいですね、いいですね。おお、いいサイズ。これがもう多分そこら中に。なるほどなるほど。で、まあ、あっちの河口のところまでもずっと行けるんで。わかりました。ナイスサイズです。いいな。すごいね、キスが釣れるって。ちょっと歩きますよ。どんな感覚なんだろうね。赤レンガ倉庫で釣りしてるような感じなのかな。そうだね、自然が豊かな。おおおおお、テーリングしてるよ。ブリームだね、あれ。いるんだね。あ、風が全然違うね。アタックまではしてこないね。今ちょっとあっちのマングローブまで行っちゃおう。ほら、なんかでかいのいる。でかいのいる。こんなちっちゃいハチしたての小魚食い上げてますね。ミュードレッド、48のベビーベイトからほらでかいのいる。足元あ、悔しい。悔しいです。お、当たった。よし、ああ。ミルドレッドの48、何か当たりますね。そんなに大きくないですけど。なんだろう。おわ、出た。出たね。うわ、悔しい。うわ、今何だったかな。ちょっと黄色っぽく見えたね。状態見たいけど、お、来た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 。あ、違う魚じゃない。おお、やったフラットヘッド、これだ。なるほど、やりました来ましたねなるほど、これでしたか。割と活性ありますね。下から突き上げて食ってくれるんだもんね。ミルドレッドの48です。あのウィンドサーフィンぐらいに向かって投げてる。うん、うん、了解了解。あ、ちょっと左行き過ぎた。あの風でちょうど。うん、あそこ。ちょっと左過ぎた。あ、いいですね。それがいいです。それがいいです。ゆっくりにしたらなんかバコって出てくることが増えたんですけど、ならないんだよ。それはもうカキなんで。なるほど。じゃあちょっとまた5メーターぐらいですね。半島の先端。はは。刺激が出るぐらい、それだけ。あ、来た来た来た、今出た。今出た。今出ました。おお。あ、こんなに弱くていいんですよ。ちょっと強すぎるが出るぐらい。っていうのも追っかけてるベイトが結局こういうサイズなんで、違和感が出てる。あんまりバシャバシャ。今ずっとついてきてて最後パコってね。そんな感じでちょっとずつずれながら。じゃあ今度はこの岩を狙いたいので、この岩の裏に絶対ついてる。岩を左側から操作。ああ、なるほどなるほど。あ、今出た。ああ、見た。今みたいに針がかからなければ追い口してくれる。ステーションと、ああ、はい、2回出ましたよね、今ね。うん、3回ぐらい。ああ、面白い。なるほど、こんな繊細にやるんだ。もしもしもし。はい。今度は、はい、このカキをね、はい、ちょっと左側。はい。あ、今、あ、来た来た来た。よし、よし。ジヌイング、うわー、楽しい。うわ、初チーング、初チヌチだ。ヌチ。ゃくちゃ俺ヒラマサ釣れた時ぐらい嬉しい。うわ、ターンポップで、気持ちいい。回ってる、いつもより多めに回ってます。うわー、これ初ターンポップ、ヌーティー。マジっすか。これめっちゃ嬉しい、これ。ありがとうございます。このヒラ以上あります。うん、これは嬉しいな。いや、なんか生まれて初めてヒラマサ釣った時と同じぐらい嬉しい。うわ、めっちゃ嬉しい、これ。出ましたね。出ましたね。ちょっと時間置いたのが良かったね。あとコース変えた。はい。いやー、コースレンズもね。いや、これめっちゃ嬉しい。もう5センチ伸びるとめっちゃ低い。うわ、このサイズでも楽しい、すごい楽しい。うわ、ありがとうございます。ちょっと。リリースします。ありがとうございます。うわ、初ターンポップの初ヌーツ来ました。はい、ヌーツです。キビリチヌというやつですね、日本でいう。はい、釣れました。はい、リリースします。ありがとう。ああ、ほいでた。ああ、ありがとうございます。あ、めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。うわ、楽しい。はい、まあ2回目の兆候は、湾の本当に奥の奥、土砂路エリアでの、トップチニングゲームということで、非常に楽しかったです。いやー、楽しいですね。もう初っ端のまた先生2匹、キビリチヌあげられて、私はもう下道のテイラーとかですね。で、2か所目のところは本当に火星が高くて、今ちょっと半裸の慶吾さんがですね、3匹4匹かな、手続けにあげられて、私も彼から教えてもらって1匹取ることができました。本当に楽しいですね。なかなかテクニカルで、テクニカルで本当に奥深い釣りですね。私もこれからどんどん釣りの幅を広げていきたいなと思うような兆候になりました。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。